茶毒川町目毒画家の昆虫。本州以南の日本各地に分布。年2回発生。卵糸。日本では代表的な毒画である。茶樹や園芸植物に食害を及ぼす。0.1ミ、mm、リメートルほどの毒診毛を持ち、接触や飛散で皮膚や粘膜に付着すると炎症を起こして痒くなる。幼虫は4月から10月にかけて年2回発生する。 炭鉱褐色で成長すると25ミリメートル程度。茶の木椿サザンカなど、椿科の植物の葉を食害する。幼虫は弱霊のうちは一箇所に固まっていることが多く、数十匹が頭を揃えて並び、葉を食べている。一つの枝の葉を食べ尽くすと、まるで誰かが四季でもしているかのように、一列に並んで、隣の枝に移動してゆく。何らかの刺激があると、 思い出したように頭を上げ左右に振るのを見ることができる。数十匹の幼虫が一斉に同じリズムで頭を振る姿はユーモラスである。この行動については同時に同じリズムで動くことで体の大きな生物だと思わせ天敵を威嚇している体を揺らすことで抜けた独身網を風に乗せ天敵を攻撃しているなどの仮説があるが 本当のところは明らかになっていない。成長するに従って木全体に拡散する。食欲旺盛で放置しておくと木が一本丸裸にされてしまうこともある。成虫は昼間は薄暗い場所の木の幹などに頭を下にしてじっとしていることが多い。椿の葉の裏などに散乱する。卵塊は成虫の体毛に覆われている。天敵としてはスズメバチ類が知られている。 茶毒がの目視できる体毛そのものに、毒はないが、二霊幼虫以降の幼虫の体に生えている長さ0.1から0 2ト、mm、ルほどの毒針毛中には、プロテアーゼ、エステラーゼ、ヒスタミン等が含まれており、とても抜けやすいため幼虫の体毛にも付着している。また、毒針毛の表面には小さなトゲがあり皮膚につくと、抜けにくい構造になっている。修霊幼虫の抜けた。 独身網は眉、成虫、卵海、一例幼虫と成長過程すべてで付着して受け継がれる。俗に毛虫に刺されたというが、毛虫は蚊や蜂のように自分から積極的に人を刺すものではない。茶毒がは生涯を通じて独身網を持ち、触れるとかぶれを生じる。一度その被害に遭った人は、それが抗原になって二回目以降、個人差はあるが、 アレルギー反応を起こすことがある。毒芽の毛虫一匹にある毒診毛は50万本から600万本と言われているが、毒診毛を持つ種類は毒芽科全体のごく一部である。毒針では非常に細かく長袖でも夏服などは繊維の隙間から入り込む。直接触れなくても木の下を通ったり、風下にいるだけで飛散した毒診毛の被害に遭うことがある。 また、蜂の毒などと違って、幼虫自身の生死に関わらず発症するので、幼虫の脱皮核や殺虫剤散布後の死骸にも注意が必要である。被害に遭った時に着ていた衣服は毒針毛が付着しているので、取り扱いに注意する。成虫にも毒針毛が付着しており、卵塊は成虫の体毛に覆われているので、幼虫の時期のみでなく年間通じて注意が必要である。 触れてから2から3時間して赤く腫れ上がり痒くなる。高齢の庭師や農家で若い頃は痒くなったが今はならないというものもいるが稀な例である。一度この毒心毛に接触すると抗体が形成され2度目以降アレルギー反応を引き起こす。したがって1回目より2回目、3回目の方が症状が重くなる。毒針毛が皮膚に付着した後すると皮膚に刺さり、 内部の毒が注入されるため、かゆみを感じてかきむしることで炎症が広がる。また、毒心網は、あらゆる隙間に入り込み、腕全体や体の広範囲に発疹が生じる場合が多く、予防も困難である。毒針毛の知識を持たず、単に蚊に刺された程度と軽く考え、放っておくとだんだん全身に及び、神経毒のため通用感で眠れなくなる。発熱やめまい。 おうと、場合によっては、痙攣も併賞することがあり、そのままにしておくと長期にわたって、かゆみが続くので、速やかに皮膚科医の診察を受けること。体質によっては、患部が触れることで、接触皮膚炎も併発する。毒針毛が新皮膚科に到達すると可能し、自然治癒の過程で水泡が生じ、排毒のため毒素を含んだ海と治癒のために分泌した、リンパ液、そして破断した、 毛細血管からの血液が混ざった体液が溜まり、破裂破水した後も複数回生じる。このため、局部は一時的に死状態となることで、一般に約6週間程度とされる皮膚の代謝循環期間内では再生せず、症根として長期的に残ってしまう。毒針が広域面に及ぶと、火傷に似た皮膚のただれと突っ張りを催す。 蜂毒のような激症性は少ないものの、かゆみが長期にわたり厄介な毒である。触れた時は気がつかず、後で発疹のような大量のかぶれが生じ、ヒリヒリしてわかることが多い。毒針毛は微細構造で刺さると抜けにくい構造の上、毒が封入されているため、乱雑に払ったり書いたりすると症状が全身に拡大したりする。気がついたら触らず、 衣服についた毒信号をガムテープを貼って丁寧に除去する。洗濯機などでの水洗いは効果がなく洗濯槽を介して他の医療品に毒毛針を拡散させるので避ける。茶毒画の毒成分はタンパク質で熱に弱いので摂取50度以上のお湯で洗濯したりスチームアイロンをかけること。皮膚は流水で時間をかけて洗い流しステロイド外用薬。 コーヒスタミン薬軟膏の処方を受け塗る。蚊に刺された時に使用する市販のクール系の塗り薬は効果がなく症状を悪化させることがある。一般用医薬品では効果は限定的なので症状が重くなる前に迷わず皮膚科医の診察を受け処方箋医薬品を使用するのが良い。通用感が消えた後の傷跡にはヘパリン類似物質が有効であるが 前述の水ぶくれした幹部の蘇生には時間を要する。椿やサザンカは人気のある園芸植物であり、小学校や公園などにもよく植えられている。園芸的被害も甚大だが独身網によって、生け垣の下を通った子供が被害に遭う例もある。しばしば話し飼いにしている猫や犬の体毛に独身毛が付着してしまい、間接的に被害を受ける場合がある。 予防策としては、早い段階で剪定を行うことで、風通しを良くしておき、段階を見つけたら、葉ごと切除しておく。発生しても、弱霊のうちは、葉の裏に燻製していて分かりにくいので、触媒された葉が白く透けてくることで気がつくことが多い。この時期に枝ごと切除するのが効果的である。この時うっかり触って驚かせると、一斉に糸を吐いてぶら下がり、 拡散してしまうので、気をつける。こうした拡散を防ぐための固着剤も市販されている。また、農薬のアセフェートを事前散布し、毛虫の発生を抑制する方法も有効である。成長して拡散してしまったら、殺虫剤で駆除するしかない。ありがとうございます。